シュトモシチャンネル。こんにちは。こんにちは。理科の、動画になります。首都圏模試センターの野尻と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。首都圏模試センターの立石と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さて、立石さん、はい、理科が100点中45点でした。今回どうでしたか？そうですね。結構、その知識系に関してはよく皆さんできてるかなっていうのは正直なところなんですけれども、計算系ですかね。理科のその計算というところに関しての正答率が非常に低かったかなというところなんですね。まあ今の時期だからっていうのもあるんですけれども、やっぱり今理科入試問題で結構その科目横断型って言いまして、まあ理科の問題だけど算数的な問題とか、算数なんだけど理科的な問題とか、そういう出題が結構されてますので、この問題に対してはしっかりと復習をちょっとしてほしいかなと思います。なので、ここはもう情報を取って、読み取って、情報を獲得する力っていうんですかね、思考スキルと、思考スキルで言うと、その辺をしっかりと考えていただければなと思います。例えば、四角1の括弧4番は、一等星は六等星に100倍明るいです。で、等級、星の等級は1つ小さくなると 2.5 倍になります。じゃあ、一等星は五等星の何倍明るいですかっていうか、まあ、六等星は100倍だから、それ割る 2.5 をすればいいんだろうなっていうふうに考えていただければ答えられた問題かなと思います。あと、四角1の括弧7番ですかね。ここの同じ位置に見えるのは何時頃ですかって、これも1ヶ月でその、だいたい30度変わるかなっていうのがしっかりと分かれば、まあ、地球の公転が1日1度ずつなのでっていうところで考えていただければ、これもできた問題だったかなと思います。ここはちょっと1番と4番と7番は四角地に関しては見直しをしていただきたいのと、あと四角2ですよね。四角2の括弧2から括弧3、括弧4、括弧5、ここは本当に算数と一緒で食塩水の問題、割合の問題だと思いますので、ここもしっかりと解き直していただけるといいかなと思います。筋道をしっかりこう立てて、どうな状態かっていうのを把握できたら解ける問題かなと思います。で、あとは、電流のその回路の問題ですよね。括弧4、括弧6に関しても、ここも括弧4に関しては A より明るくつくっていうところと同じ明るさでつくというところと、括弧6番で早く電球がなくなってしまう。これも原則をしっかり分かっていれば、解けた問題だったと思うので、F がね、どうしても、並列つなぎで1個と2個でどうなんだろうっていう、迷ってしまう部分があるかと思うんですけれども、こちらもしっかりと、考えていただければ解けたかな。だが F が答えが2つあったので、あれと思う、受験生の方もいらっしゃったと思うんですけれども、ここもしっかりと見ていただけば解けた問題だったかなと個人的には思います。私の方は以上です。はい、ありがとうございます。四角一番の天体がですね、よく解けてたなっていう印象でしたね。すごいですよね。はい。で、四角二番はまあ一つは、グラフの読み取りがあるっていうところと、もう一つはこれに対しての比を使わなければいけないっていうところで、ちょっと正答率が悪かったのかなと思いますので、まあ、ちょっと算数にもね、たちさん言われた通り、算数的なものもありますので、そこはちょっときっちりとどういう間違いをしているのか、何も書いて答えが書けなかった方はもう一度しっかりと見直しをしなきゃいけない。そういうような、なんでできなかったのかなというのを原因を突き止めといていただいて、でまあ、あと算数も含めて計算力とかその辺がついてくると、だんだん解けるようになってくるとは思いますので、今のところ、理科の今回のその計算に関してはどういうふうな形で自分が間違ってしまったのかっていうのだけ確認をしておいていただければいいのかなと思います。はい、では理科の、動画を終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。